ファミリーマートの濃厚味噌。ファミリーマートもね、独自のラーメン作ってるんですね、これね。で、濃厚味噌っていうのがローソンのね、名店シリーズみたいな感じと同じような感じ。ローソンの場合は、まあ、ローソンがと提供した有名店のラーメンって感じなんですが、これはまたちょっとローソン独自が作ってるラーメン。いただきますね。うん。これは、うん、非常に、またいい味がしてますね。なんていうか、ここは、うん。このね、味噌の味がいいね。このコリコリとした味に、うん、なかなかのいいお味噌みたい。うん、これは結構いける味ですね。で、うん、なかなかのね、うん、味噌風味で味噌の味わいと、うん、このあちら行くと北海道って感じでね、濃厚かつ麺もさっぱりとして、結構いい味をね、まあ引き出してるんじゃないかなと思います。なのでこれはこれとして良い味、濃厚でこう香りも強い味で、これがなかなかね、グーな味わいです。なのでこれはまた非常に辛い味噌味で、濃厚で、結構いいね、味ですよ。なかなかいい味付けで、結構華やかでいい味だなと思います。どうもありがとうございます。